前の兄は殺されたんだ。みんな奴をやるぞ。生は命仕業だ。森に入るなって。彼の怒りを買ったんだ、スーベン。森の精霊は復讐をしようとしている。これは我々が掟を破ったことへの警告だ。怒りを買った？あの化け物にもう5人も殺されたんだぞ。あいつは掟なんぞ毛ほども気にしてない、イカれた森の怪物だ。胸を一突きか。その精霊手強そうだぞ。そうなのか。あとお前は誰だ？ゲラルト、ウィッチャーだ。雇われの殺し屋だな。何しに来た？仕事を探して通りがかっただけだ。この村には善良な村人しかいない。お前の仕事なんてないぞ。本当か？これをやった怪物は凶暴で恐ろしく強いやつだ。俺なら力を貸してやれる。金を払えばな。面白い男だ。仕事を任せるぞ、ウィッチャー。報酬は支払おう。森の精霊というのは一体何者なんだ？なんであろうと、お前には関わりがない。ただの獣だ。縄張りに入る人間を手当たり次第に殺すのさ。詳しい解説をありがとう。精霊の見た目は？誰か姿を見た奴はいるのか？見た者は生きていない。なるほど、参考になるよ。鳥に内臓を食われているな。こっちの歯型は大きな犬か狼のものだ。これが精霊の殺し方なのか？臆病者だからだ。獣の魂を持つ真の戦士なら、精霊はもっと誇りある死をもたらしてくれる。怪物は復讐しようとしていると言ったな。なぜだ？誰にだ？我らの祖先は槍とナイフで狩りをしていた。それで森の精霊は満足し、平穏に暮らせた。飢えることもなかった。その頃だって精霊は人を殺してた。狩りをしていた男たちがどれだけ死んでると思う？漁師が戦争で死んだから、精霊はますます血に飢えてるのさ。我らはアンクライトだ。他の連中が金で買うものを命と血であがなう。お前のような奴が恐怖を煽り、俺たちを縛りつけるんだ。この森は俺たちのものだ。今こそあの化け物の息の根を止める時だ。話は十分だ。怪物に困っているのは分かった。だが解決を望まないなら俺は構わない。もちろん望んでるさ。怪物の首を取ってくれたら報酬は弾むぞ。話している間に死体を見ていたが、情報が足らない。あたりを調べて敵のことをよく知る必要がある。慌てるな。昔からの掟に従うのもまだ遅くない。俺のやり方は俺が決める。今のうちに金を集めておくんだな。立つのかどうか。大陸は空気が悪いと見える。足跡が続いている。どこへ向かっているんだ？細く深い切り傷、カミソリみたいだ。骨が粉々だ。相当な力だな。こいつの攻撃は受け流そうとしない方がいい。爪を研いだか、それとも縄張りを表しているのか。レーシンか。オスでかなり高度だ。くそ。印をつけられたのは村人の誰かだ。
友人が少なかったのか。最近じゃみんなこの種の死体を見たくないのさ。昔なら。今も思い出す。まだ若造だった頃、ルゴス・ヘアリップの一党が村を襲った。村は静かで霧が出ていた。やっとのことで父親とおじたちを見つけ、木の陰で待ち伏せた。俺たちは次々と敵を倒していったのさ。そしてヘアリップを取り囲んだ。やつめ、森の精霊と戦う方がマシだと思ったろ。例の精霊は高齢のレイシェンのようだ。危険な相手だが、俺なら何とかできる。倒すというのか。彼がいたから我々は無敵の偉大な戦士になれたんだぞ。はっきり言おう。森の精霊は化け物だ。剣で切れば血を流して死ぬ。あんたや俺と同じようにな。違う。精霊がいるから森には獲物があふれ、村の女は強い子を産む。精霊のおかげで我らは島で最強の戦士でいられるんだ。確かに漁師になろうと森に入って聖なる試練で命を落とす者もいる。だがそんなのはウィッチャーにもあるだろう。あの木のところで他の方法があると言ったな。古くからの掟を守り、昔ながらの生き方に戻ることだ。ナイフと槍を持って対等な立場で獲物と戦い、勇敢さを証明する。それが精霊を満足させるだろう。我らの祖先は森の中に契約の石を置いた。そこで仕留めた獲物を生贄として捧げ、精霊との契約を結んだのだ。同じことをするんだ。小川に沿って南へ向かえ。聖なる場所で狼の心臓を生贄として燃やし、儀式を行うことがお前の試練だ。よし、あんたのやり方に従おう。だがそれで無理ならあの怪物は殺すぞ。利口な判断だ。精霊は試練を与えるだろう。負けることは許されない。新たな契約を結ぶことができたら報酬は惜しまない。
レイシェンは捧げ物を受け取った。煙が立ち上りカラスが舞い飛ぶのを見た。全ては昔からのあるべき姿に戻るだろう。数日で結果が出るだろう。俺の仕事は終わった。金を払わないとな。心配するな、用意してある。受け取れ、お前の働きの対価だ。分かってるんだろう。契約の石で狩人になろうとする若者たちは死に続ける。村から死はなくならない。説教されるために金を払ったんじゃない。お前の仕事は終わった。立ち去れ。おいおい、ハラルド、ウィッチャーに金を握らせて追い払い、怪物を生かしておくとはな。他の年寄りどもは始末した。残るはお前一人だ。死はリンネの次の場面に過ぎない。喜んで受け入れよう。立ち去れ、ウィッチャー。その金は持っていけ。人を殺して何が変わる。お前の仕事は済んで金を受け取ったろ。何をしてる。お前が倒すべき怪物はいないぞ。彼を殺させはしない。先にウィッチャーをぶっ殺せ。死には死を。